1945年8月6日、この日、世界初の原子爆弾、通称原爆が我が国日本に落とされました。この原爆は膨大な犠牲と引き換えに日本とアメリカとの間で行われていた戦争を終わらせるに至りました。今回の動画では日本に大きな爪痕を残した原爆というものが一体どのようなものだったのか、その仕組みについてゼロから解説していきたいと思います。他ではなかなか耳にすることのない歴史の裏側に隠された科学のお話です。ぜひ最後までご覧ください。1945年8月6日、瀬戸内海に面する広島県広島市に、そしてその3日後の8月9日には九州の長崎県長崎市にアメリカ軍によって原子爆弾が投下されました。現在でもこの2発の原爆が実戦で使用された唯一の核兵器で、その原爆投下は世界に核兵器の恐ろしさを知らしめた象徴的な出来事となりました。この時に使用された2つの原爆はそれぞれタイプの異なるもので、広島に落とされたものを通称リトルボーイ、長崎に落とされたものを通称ファットマンと言います。これら2つの原爆は名前や見た目だけではなく、その仕組みも威力も大きく異なります。まずはそれぞれの原爆の威力と犠牲者を比較してみます。爆弾の威力を表す際には TNT 換算という指標を使います。 TNT というのはこちらの構造式で表されるトリニトロトルエンという化学物質のことです。トリ、ニトロ、トルエンのそれぞれの頭文字を取って通称 TNT と呼ばれています。 TNT は安全で安価な爆薬として広く使われているので、この TNT を基準として爆弾の威力の大きさが表されます。例えばこちらのような乗用車1台を木っ端みじんに破壊できる TNT 火薬の量は約 1kg です。よって乗用車1台を破壊できる爆弾があったとすれば、その爆弾は TNT 換算 1kg の爆弾ということになります。では高層ビルではどうでしょうか。高層ビル1棟を破壊するために必要な TNT 火薬の量は 4000kg ほどと言われています。 4000kg、 それはつまり4トンということです。よって高層ビル1棟を破壊できる爆弾があったとすれば、その爆弾は TNT 換算4トンの威力の爆弾ということになります。このように爆弾の威力を TNT 火薬の量で表したものが TNT 換算です。では原爆の威力は TNT 換算でどのくらいになるのか。広島型原爆リトルボーイはなんと TNT 火薬1万6000トン分もの威力になります。単位をトンの1000倍のキロトンに変換すると16キロトンとなり、これはビルだったら4000棟分、乗用車だったら1600万台分を破壊できるほどの威力です。この恐ろしい威力の爆弾によって犠牲となってしまった人は14万人にも上り、放射線による後遺症によってその後亡くなった方を含めると犠牲者の数はその倍以上に上ったと言われています。一方の長崎型原爆のファットマンの威力はこれを上回る TNT 換算21キロトンでしたが、爆心地が市街地から少しずれていたこともあり、犠牲者は 7.5 万人ほどとなりました。
それでもたった2発の爆弾によって一瞬にして20万人、その後の被爆による死者も合わせると50万もの命が奪われたことになります。ではこれらの爆弾は一体どのような仕組みでそれだけの威力を生み出しているのでしょうか。これは元素の周期表です。水素や酸素、鉄や金などの元素が載っているこの表の下の方にあるウランという物質、そして2つ隣のプルトニウムという物質、これら2つの元素の力を使って原子爆弾はとんでもない爆発を引き起こしています。今回はウランを例にその仕組みを見ていきます。ウランは自然界にもともと存在する元素なのですが、実はそのウランにもいくつかの種類があります。そのうちのほとんどはウラン235とウラン238で、それぞれ自然界に 0.7% 99.3% の割合で存在しています。原子爆弾に使用するウランはこのうちのウラン235の方です。このウラン原子はさらに細かい3つの構成要素に分けることができ、中央の核となる部分を構成している2つを陽子、そして中性子といい、それらの周りを飛び回る小さな粒子を電子といいます。ウラン235の場合、陽子、中性子、電子の数はそれぞれ92、143、92となっています。基本的にどの元素であっても陽子と電子の数は同じで、またその数も同じ元素である以上は変化することはありません。一方の中性子の数はいろいろで、その中性子の数の違いがウラン235であったりウラン238の違いとなっています。ウラン235の場合は陽子と中性子の数の合計が235、ウラン238の場合は中性子が3個多くて合計が238となっています。このような材料でできているウラン235に中性子を1つ加えるとある変化が起こります。ウラン235に中性子をものすごい勢いでぶつけることで、その中性子はウラン235に取り込まれウラン236へと変化します。このウラン236はものすごく不安定な物質なので、そのままの状態を保っていることができず、全く違う2つの物質に分裂してしまいます。このある原子が分裂して別の物質になる変化のことを核分裂と言います。この核分裂が起こると同時にものすごいエネルギーが発生し、さらに 2,3 個の中性子が飛び出してきます。この核分裂反応から出たエネルギーが原爆の爆破エネルギーの元となり、さらに飛び出してきた中性子によって同じような核分裂反応が連鎖的に次々に起こり続けることで膨大な爆破エネルギーを生み出すことになるのです。これが2つの原爆に共通する基本的な爆発の原理になります。ではこの核分裂の原理をどのような構造で引き起こしているのか、広島型原爆リトルボーイの内部構造はこのようになっています。このような原爆をガンバレル型と言います。ガンバレル型では先端と後方部の2箇所にウランが分けられており、それぞれのウランにイニシエーターという中性子を発生させるための物質が付けられています。イニシエーターが2つ合わさることで中性子が発生し、その中性子によって周りのウランが核分裂反応を起こします。一番後方には火薬と起爆装置があります。起爆装置が作動すると火薬に火がつき、小さな爆発が起こります。この爆発によって
後方のウランが勢いよく先端のウランに衝突し、イニシエーターから中性子が発生し、ウランが核分裂を起こし大爆発を引き起こします。これがリトルボーイの構造と爆破の仕組みです。一方の長崎型のファットマンはこのような内部構造になっており、これをインプロージョン型と言います。インプロージョン型では最も内側にイニシエーターがあり、その外側にウランではなく長崎型の場合にはプルトニウムが使用されています。プルトニウムもウランと同じように中性子を受け取ることで核分裂を引き起こします。そしてプルトニウムの外側には火薬と起爆装置があり、起爆装置が作動すると外側の火薬に一気に火がつき爆発が起こり、プルトニウムとイニシエーターがその圧力に押しつぶされ中性子が発生し核分裂が起こり大爆発を引き起こすのです。これがファットマンの構造と爆破の仕組みです。同じ原子爆弾ですが、実はその構造や起爆の仕組みは全く違うものなのです。ただどちらにも共通して言えるのは、そこまで複雑な仕組みというわけではないので、現代の科学力をもってすれば世界中どこの国でも作ろうと思えば比較的簡単に作れてしまうということです。恐ろしい破壊力を持つ兵器が簡単に手に入ってしまう、それが世界から核兵器がなくならない大きな理由の一つです。今回は原爆についての科学的な解説をメインに行いましたが、皆さんはアメリカによる原爆投下に関してどのような意見をお持ちでしょうか。アメリカは戦争を早期に終わらせるために原爆を投下したと主張していますが、でもだからといって本当に原爆を落とす必要はあったのでしょうか。仮に落とさなくてはならない状況だったとしても、2発も落とす必要は本当にあったのでしょうか。そして一体なぜ広島と長崎に落とすことになったのでしょうか。原爆投下に関する皆さんのご意見、そして今回の動画に関するご感想をコメント欄でお待ちしております。ぜひ皆さんお書きください。またチャンネル登録、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。